こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話167をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。土の匂い、小中学編。小学2年の時、団地の5階に住む友達の家に遊びに行って階段を降りてた時、4階と3階の間の踊り場で土の匂いがして、3階に下がる時に、ガスメーターとか入ってる鉄の扉と天井の間から大きい目が見えた。階段を1段降りるたびに目がギョロギョロ動いて気持ち悪かった。記憶にはないけど、家に帰ってから突然新聞を丸めてパンツの中に詰め込んだらしい。小学3年の夏に熱を出して寝ていた時、土の匂いがしたので怖くなった。うなされていると、タンスに点々の渦がぐるぐる回り出し天井に移動し人の形になった。着物を着た女の子。マリをついて手招きしてた。怖くなってきてそのまま寝た。朝起きても土の匂いがするのでタンスを調べたら、一番下の引き出しの底に引いてある、大丸の包装紙の中央がもっこりしていて、めくると着物の切れ端があった。高校の時知ったけど、そのタンスは引っ越し祝いで、民宿やってる親戚からもらったものだった。親戚に伝えると、めちゃくちゃ喜んで。よかったね。お前んとこは幸せになるよ。って言われた。そこの家に今も本体あるらしいけど、座敷わらしが現世に置いてったっていう着物みたい。それを切ってお守りとかにして、こっそり配ってたらしい。中2の時ベランダで歯を磨いてたらツーンと土の匂いがした。家は7階建ての5階で、観葉植物はあるけどそんなに普段匂わない。嫌だなーって思って中に入ろうとしたら。ってシーツがなびく音がした。振り返ると、白い布の真ん中に髪の毛の塊がくっついたものが上に飛んでってた。怖くてこたつで寝た。あとは大学時代とアメリカ留学時代に起こったのがおぞましいけど、iPad で書き込むの疲れました。基本的に、雨に濡れた土の香りが漂い始めるとなんか起こります。現在32歳ですが、結婚してからは香りがなくなりましたので安心してます。どんだけ土の匂いフェチなんだお前は。今日ベランダでプチトマトの種をまいてたら思い出して、雨降ってたし、なんか親父の兄弟の長男が昔宗教にハマったらしいのよ。ほんでお墓を管理しなくなる、長男が面倒見てない墓に行くと先祖怒る、墓放置。墓を放置しだしたのがちょうど小2ぐらいだから、それと関係してんのかな。なかなか面白い体験だけど、結婚してから亡くなったっていうのは残念だね。座敷わらしの着物の切れ端はまだあるのかな？大学時代とアメリカ留学時代の体験談も待ってるよ。着物の切れ端は、新しい家に引っ越ししてどっか行ったみたい。土の匂い、大学編。大学1年の時、新歓コンパに行って仲良くなった F という友人がいました。F って名前が珍しくて、芸能人では〇〇アキラってのがいるぐらいでしょうか。そいつがいなくなる話はまた後日書きますが、問題はそいつん家に泊まりに行った時。木造モルタルの2階建ての2階に住んでてロフトがあるタイプ。5人で麻雀してて家主がソファーで寝た後、1人は帰ってしまった。もう1人は防臭3針に全卓で力尽きてうたたね。自分ともう1人はロフトに上がり寝ることにした。友人は壁側で寝て、自分は友人に背中を向けて手すりがある方で寝た。バイクで昼間遊んだこともありすぐ眠りに落ちそうになった時、ツーンって湿った土の香り。うわぁ、マジでか。友達起こそうかなーって思うも、横になったまま金縛り。そしたら、木の床がきしむ音がしてきた。ほんでロフトの下から木の階段を登る音がしてきた。ちなみに、ロフトに登るときはパイプのはしごで床は絨毯ね。音が止まって、明らかに自分の顔の前に気配を感じてた。もちろん目を開ける根性はなくて、まず金縛りを解いて隣の友達を起こそうと思った。指先から徐々に力を入れて反対側に思いっきり寝返りを打とう、だけ思って力入れてた。その間ずっと気配があって、なんなら枕元に移動してんじゃないかってぐらい。指の第二関節が動き始めた時、あ、動けそうって思った瞬間、グワンって寝返り打てた。ただ、寝返り打つ時に左手が伸びて何かに当たった。カーテンみたいなドレープの効いた布に。ロフトの上には何もないけどね。
寝返り打った後思いっきり友達を起こして、部屋の中、何かある？って聞くと、何もなかった。本当に怖くて、電気をガンガンにつけて朝を迎えた。怖かった。大学1年の12月8日。忘れないのは、ジョン・レノンの命日で、自分の命日になりそうな日だったから。バイトが終わってバイクで帰るときに、自分のアパート近辺が工事してるのを思い出し、商店街を抜けて帰ろうと思い、脇道に入った。商店街に合流する四つ角に差し掛かったとき、ネットの中が土の匂いで充満。これはいかん。とりあえずバイクを止めて辺りを見回し、商店街までバイクを押した。100メートル先ぐらいに明かりがついてる店を見つけて、安心してエンジンをかけた。土の匂いはもうなくなってた。20キロぐらいでダラダラ走ってたら、右前方でシャッターが開く音がしてびっくり。パニックブレーキをかけてしまい、電柱に正面衝突。タンクでお腹を思いっきり打った後記憶がなくなる。目が覚めたら救急車が来てて病院に搬送。結局脱腸したのと頭を強打で1週間入院。頭は異常なかったけど、脱腸は金丸ゾーンに落ちた腸を腸ゾーンに戻す手術した。退院した後、家から現場まで歩いて行ったけど、シャッターの音がした方は散髪屋と畳屋しかなかった。シャッターなんてどこにもなかったわけ。ショックだったのは、買ったばかりのハスラーって旧車が廃車になったことだな。ちなみに、バイク運転中はもう一回。留学から帰ってきた時で28歳の時。友人 F の話は？ F の実家は寺。バイクに乗ってた式もあった。大学2年の時まで突っ込まなかったけど、胸に小さなお守りをぶら下げてた。サークルの合宿でグラウンドが併設された民宿みたいなところに行った時の話。グラウンドの周りを走っている時、土手の下の方にボロボロの小学校があった。同じところぐるぐる回るならあそこに行こうってなって、10人ぐらいでそっちまで走った。土の匂いプンプンしてたけど当たり前。自然の中ですから。ただ一緒に走ってた F だけ、下を見ながら足で何かを踏まないように気をつけてた。とりあえず廃校なのか、使われていない公民館かわからなかったけど、そのまま民宿に帰った。民宿のおじさんに、あの建物なんすか？って聞くと、ヘビ出るから行かない方がいいよ。とあっさり。飯食って、6人部屋、2段ベッドかける3、でワイワイやってたら、F が座って壁にもたれたまま寝てた。おいおい F、座りながら寝るなーって起こそうとするも、F はカッチンコッチン。あれ？揺さぶるも動かず、足を伸ばしたまま座ってたけど、両足に尋常じゃない力が入ってた。サッカーサークルの男5人が動かそうとしても動かない。横にずれるけど体勢はそのまま。で、例の土の香り。こんなに明るくてこんなに人がいるのに土の香り。初めての経験と思いながらも F の胸に目が行くと、お守りのあるところがゆさゆさしてる。他の奴らにも、なんか胸のところ揺れてるよな？と確認すると。揺れてる。と意見が一致。腹の方から T シャツめくっていくと。お守りの中で四角いのがゆっくり回ってるように見えた。みんなで凝視すると止まった。さっき中身動いてないよな？って確認すると。めくった時少し動いてたけど、なぁ。と、信じられない顔して呆然としてると、F が目を覚ます。F が目を覚ました直後に。やばいぞ、みんな疲れてる。あそこの建物にランニング行ったやつみんな集めろ。と、顔面蒼白でブツブツつぶやいた。俺は、そのお守りなんなの？って聞くと、F は。自分の身代わりみたいなやつ。と一言。部屋にメンバーが集まった後、F が。近くの神社にみんなで行くぞ、行かないと危ない。他の部屋にいた奴らに部屋での一部始終を話すと、半信半疑ながらも了承した。おじさんから近所の神社の場所を聞き、車2台で出発。自分はアコードの後部座席に F を挟んで3人掛け。車中で F が苦しみ出して、胸のお守りを T シャツの上から押さえてた。どうした？お守り動いてんのか？と聞くと。この中身出てもたら俺死ぬ。札が嫌がってる。F の手を見るとグリグリと何かが動いてて、めちゃくちゃ気持ち悪い。10分ぐらいで神社に着くも真っ暗で、隣の家の明かりはついてた。ピンポン鳴らしておばさん出てきて事情を説明。おっさん登場するなり。お前ら行さん連れてきたな。この時点で全員ブルブル。神社の門を開けて事務所みたいなとこに連れて行かれる。おっさんはいきなり。お前ら動物に疲れとる。と、本堂に入る前に塩振られる。
板の間に連れて行かれて全員座らせられて、木の棒に何か書いてビシビシ叩かれるも、F は不満そうな顔してる。F がボソボソとおっさんに言うと、わかっとるわアホ。と怒鳴られる。どうやら背の高い Y に一番ややこしい蛇がついてるらしく、全くお払いできてなかったらしい。すべてのお払いが終わりおっさんが一言、お前ら下半身小動物だらけやったぞ。最後に清める塩をもらい、少ないと思うけど5000円渡して民宿に帰った。民宿到着して30分後ぐらいに、食堂で F が大真面目な顔で話し始めた。ランニング中みんなが動物の骨を踏んでたのに気づいていたけど、注意しなかったのは自分の責任。自分のお札で抑えようとするも数が多すぎて、みんなに迷惑をかけた。さっき玄関にも理事を押した奴がいるけど、霊道ができるからすぐに崩した。払ってもらった霊が戻ってきてるかもしれない。自分がお払いを失敗したら全部自分に来てしまうのに恐怖を感じた。今日はもう遅いので、一人ずつ塩で身を清めて広間でみんなで寝よう。異変があれば俺が助ける。そう言いながら、15畳ぐらいの部屋に布団を持ってきてみんなで雑魚寝。みんな眠れるわけもなく、目をつぶってるだけだったけど。1時間ぐらいして F の様子がおかしくなった。犬が地面を嗅ぐように。ふん、ふっくふん。って、ずっと。F が一番やばい。誰も助けられないのでみんなで焦ってた。もちろん電気はつけっぱなしなので、自分も含め上半身を起こしてる奴も3人はいた。F の隣にいた奴が、おいおい、ちょっと。と叫ぶ。みんなすぐに F の元へ集まると、F が、お守り押さえて、お願い。とか細くつぶやいた。F は右手で胸を押さえてたけど、明らかに手の中でぐにゃぐにゃと何かが動いてた。恐る恐る自分が最初に F の手に自分の手を乗せてみた。本当に気持ち悪かったけど、なんていうか、地球ゴマが手の中にある感覚。部屋にいた全員が引きながらも自分の手に重ねてくれた。振動は徐々になくなり、しばらくすると F の目が開いた。ただ、異常に目つきが悪くて、何にも喋らない。朝の5時ぐらいだったので、アコード1台を出して再度神社に。神社がもう開いてておばさんが掃除してた。すぐにおっさんを呼んできてくれた。おっさんは、おいおい、昨日は狐なんかおらんかったぞ。狐は取り憑かれると面倒くさいらしく、おっさんも迷惑そうだった。それでもおっさんは重い腰を上げて、取るしかないわな。お前ら稲荷あるとこ荒らしてないよな。もちろんそんなことしてないので、してませんと焦りながら答えた。普通の狐ならおっさんでもお払いできるらしく、目覚めてから何も話さない F を板の間に座らせ、部屋から自分たち付き添いを追い出した。縁側で座ってたけど、時折聞こえるおっさんの声と F の甲高い悲鳴が襖越しに嫌でも聞こえてきた。30分ぐらいしておっさんが汗まみれで出てきた。お前ら、あいつなんや？霊のスポンジか？払ってる最中もどんどん入ってきよる。普通の生活できんはずやぞ。と。ぐったりした F を車に乗せて民宿に帰るときに、F がボソボソとつぶやいた。あの人いなかったら俺死んでた。狐は強いなぁ。みんな何も言えないまま F を布団に連れてった。広間に置いてった奴らと付き添いで行ったメンバーで食堂でうだうだしてた。F は広間で一人ぐっすり寝てた。9時前になると何も知らないメンバーも集まってきたので、一部始終を話し、F が起きたら大学に帰ろうという意見で一致した。大学に帰るまで車中2時間、F からいろいろ話を聞けた。自分は小さい時から、人の霊も動物の霊もすぐ寄せてしまうので、親に身代わりになるお守りを作ってもらった。身代わりがなければ簡単に取り憑かれて死ぬ。体験談をいろいろ聞いたけど、聞きたくない話ばかりだった。F に土の匂いの話をすると、強い人だとは思った。と言われ、家で階段を登られて金縛りにあったことを伝えると、知ってた。と。大学に着く頃には他の社内も F の話で持ちきりだったらしく、集合した時はみんな F を避けていた感じがした。解散した後、F と駐輪場に行き昼飯を食べに行った。そこで F は、しばらく実家に帰る。と言い出した。特に何も突っ込まなかったけど。夏休みに入るまで F は普通に大学に来てて、実家に帰る前に2人でパチンコに行ったのが F との最後。実家に帰って新しくお守り作ってもらうって言ってたけど。しばらくして F からメールが来た。肺に穴が開いたから入院します。と。タバコすごい吸ってたから気胸と思って心配してなかったけど、そのまま連絡がなく、夏休み明けても大学に来なかった。同期が、
京都のパチンコ屋でそっくりなの見たけど怖くて声かけれなかった。っていうから生きてるかも。あと、F の家系は近くの神社と先祖代々提携してて、寺に来た困った人をその神社に連れてってたらしい。だから名前が F なんだって。生まれ持って、おまるまるさせてしまう家柄なんだよ。早朝お祓いの後に行ってた。F のアパートは、夏休み明けにカーテンもなくなってた。サークルのメンバーと大学のジムに行って事情を話すも、9月末で大学辞めたことしか教えてくれなかった。実家の連絡先は？実家と思われる寺に電話しまくるも実家がわからず、最終的に兵庫県北部の寺に行き着くも、あやふやにされて終わった。秋口までが一番燃えた時期で、そっからは徐々に冷めた。F と最後に打ったビッグシューターってパチンコは一番好きな台。大学の時は F の家と合宿の時、そして最後は卒業前に実家に帰ってきた時。めっちゃ短い話。駅から実家に帰る時、土の香りが横切って、足元を見るとメガネが落ちてた。拾ってみると森花への女用のメガネ。母親のメガネでした。あとは、留学中と帰ってきてからの体験で終わり。結婚した相手が相性いいのか、土のないところで土の香りはしない。ただ、雨が降った後に公園とか通るといろいろ思い出す。土の香りのする何かって、途中から湧いて出た何かなのかねえ。F に土の話した時、感じ方は人それぞれらしく、たまたま自分が土の匂いだと言われた。土の匂い、アメリカ留学編。大学卒業してすぐにニューヨークへ留学した。語学学校に2年行ってから専門学校に入校。仲のいい友達もできた。向こうにいてびっくりしたのは、引っ越しをすることがイベントみたいになってて、仲間で終わらせること。同じクラスのベネズエラ人の引っ越しを手伝うことになり、日本人2人とトルコ人、プエルトリコ人でスタートした。元の家から荷物を運び出して、アストリアってエリアまでレンタカー。新居についてドア開けるなりツーンと土の匂い。ニューヨークで3回目の経験。恐る恐る入るとワンベッドルームらしく、玄関入ってキッチン、リビングがあって、その奥にドアがあって寝室。寝室まで行くと匂いがなくなった。荷物を上げるたびにドアをくぐると感じる。玄関開けてすぐ左の壁。とりあえず完了するまで無視した。夕方に引っ越しが終わり、みんなでウィニングイレブンしてた時に、しれっと玄関に行き壁を見てみると、ものすごく嫌な気分になった。壁をじーっと見てると、アンバランスな十字架マークが、何層か前のペンキにありそうな感じがした。日本人の友達を連れてきて、見える？と聞くと、十字架を逆さまにしてるんじゃないか？と言われた。少し気持ち悪くなったけど、夜中まで遊びその部屋に泊まった。プエルトリカンは帰り、主のベネズエラ人は寝室で寝て、自分ともう一人の日本人はソファーから出てくるベッドで、トルコ人はソファー。こっからが地獄だった。自分も酔っていたのですぐ寝れると思ってたけど、玄関が気になりすぎて全く寝れなかった。トイレに行って、もっかいベッドの端に行って目をつむると、匂いとかなんもなしで5分ぐらいしたらいきなり金縛り。玄関から2人ぐらいでかい男が歩いてくる。自分目が開いたまま。目が閉じれない金縛りは初めてだったので、本当に失禁しそうになった。玄関から歩いてきたのは、黒装束に身を包んだめっちゃでかい男2人。二人とも白人だったけど、ヨーロッパ顔だった。二人がゆらゆら歩いてきて、玄関側に背を向けてるソファーで止まった。トルコ人の耳元でなんかブツブツ言ってる。二三分したらこっちに来たけど、ソファーの下から折りたたみのベッドを出してるからテーブルとベッドがくっついて、二人はこっちに来る隙間がなかった。日本人の友達が二人に絡まれると思ってたら、さすが酔う者の人たち。友達とかマットレス関係なくスルーしてきました。太ももから下はずっぽりマットレスに埋まってるっていうか、透けてる感じ。で、一人は自分の体をスルーし、枕元に完璧に立たれ見下ろされる。頭の上から撃ち落とされるように、英語じゃない呪文みたいなことを、ひたすら10分ぐらいか30分か、怖すぎたから数分だったかも。今でも二人の顔覚えてるぐらい長かった。なんか呪文が終わったらしく、二人が消えて金縛り終了。ここで終わると思いきや、すぐに金縛り。めっちゃ土の香り。急に最悪な気分になって、死んだ方がいいや的な空気になった。その時に天井に飛んでました。悪魔か鬼みたいなんが。全身太い血管だらけで、大きさはラブラドールレトリバーぐらい。直視できなかったけど、形は蝶猫背な人間。
色は緑か青。寝ている三人を上から見渡して。You guys are not. って言いながら壁から出て行った。お前らは、じゃない、って言われたから、大丈夫だった途端がっつり眠りに落ちた。朝起きて、トルコ人に昨日変な夢見たかと尋ねると。すごく嫌な夢をずっと見てた。って怒ってた。日本人の友達 H に昨夜の話をすると、全然知らなかったと言われた。ただ面白いので、家主には何も言わず不動産屋さんに昼から二人で行くことにした。マンハッタンとかブルックリンは築100年、80年とかは当たり前なとこがあるけど、家主の家は築40年。不動産に行くとおじいちゃんだったので、もしかしたら、と思った。ユダヤ人のおじいちゃんにアパートの住所を伝え昨夜のことを話すと、笑いながら、ザットカインズシットネバーガナハプン。そんなこと起こるわけないって、嫉妬を交えながら答えられた。ただ、37年分の履歴をすぐ見れるから調べようってなった。手書きの履歴を3人でめくっていくと、79年でビタッと手が止まった。なんたらヘルマンって筆記体で書かれた名前の上から二重線が引かれて、イーボーなんたらのためムーブアウト。ってメモ書き、バイは書き日のおじいちゃん。おじいちゃんが難しい単語ばっかり話してたけど、明らかに悪魔崇拝神教の人間が住んでたみたい。今までガチで忘れてたらしい。ただ、家主には申し訳なさすぎて何も言わなかった。結果その後2年間そいつの家には行かず、何もありませんでした。って、また何が言いたいかわからないことになったような。ただ、あそこまでえぐいのは最初で最後でした。おそらく悪魔ですから。アストリアに24時間空いてる有名な大きいダイナーがありまして、そっから徒歩10分圏内のアパートです。おしまい。面白かった。キリスト教徒以外は悪魔にとっては管轄外なのか。家主のベネズエラ人は思いっきりクリスチャンで、名前もエンジェルって書いてアンヘルでした。大丈夫だったからよかったけど。私の母方のおばさん、母の姉と祖母が、都内の有名ホテルに2週間前から予約を入れて、当日、チェックインしようとしたら、受付で予約が入っていないと言われびっくりした。しかし今更ホテルを探せる時間でもなく、祖母は体調が悪く早く横になりたいようだったので、おばが、どんな部屋でもいいのでお願いします。と頼んでみた。しかし受付の山岡さん、亀井、は、申し訳ありません。本日は空いてるお部屋はございません。おばは頭に来て、予約して確認まで取ったのに、そっちの都合まで知りません。なんとかしてくれないと困ります。祖母は具合が悪いんです。と怒って食い下がったところ、やっとごそごそ調べて。では1245号室にキャンセルされているので、そちらにご案内させていただきます。よろしいでしょうか?と言われ、部屋の鍵を渡されました。おばは祖母が心配で、一日ぐらいどんな部屋でも構わないと思い、早速祖母を連れてエレベーターで上がって、1245号室に入りました。感じの悪い受付の人だなぁと思いながらも、時間も遅かったので我慢したそうです。祖母は横になっても具合が良くならず、苦しそうだったので、おばは受付に電話して医者を呼んでもらいました。診察してもらうと、早まいし、亀井、は、ウイルス性の風邪でしょう。と言って、既成のものでいい薬を何個か勧めてくれたので、おばはまだ空いてる薬局にタクシーで往復しました。降りる際にたまたま運転手が小銭がなく、おばは急いでホテルの受付で両替しました。しかし急いでたせいで、せっかく買ったお薬を受付のカウンターに置きっぱなしにしたまま、タクシーにお金を払いに行ってしまいました。戻ってみると受付には薬の入った袋が見当たらず、山岡さんに聞くと、いいえ、何もお忘れになっておりません。と言われました。おばはカッとなって、両替した時に置いていったじゃない。と言うと、困った顔をされ、どちらにお泊まりですか?と逆に聞かれ、何言ってるんですか?さっき、1245号室の鍵をくれたじゃないですか。と言い返しました。すると山岡さんは、は?という顔をし、どちらか別のホテルとお間違いではありませんか?ただいま1245号室は空室になっておりますが、と言われました。おばは何がなんだかわからなくなり、そんなことはない。と説明すればするほど興奮して、山岡さんは気違いを見るようにおばを見ていました。ちょうどその時、エレベーターから早前氏が出てきて、おばは泣きながら、先生、
さっき祖母を診断してお薬を勧めてくださいましたよね。必死にすがると、医師までも困った顔して。申し訳ありませんが、よくわからないんですが、きっと誰かと勘違いなさってますよ。すみません。とそそくさ言ってしまった。おばは混乱しながらエレベーターに向かうと、山岡さんが追いかけてきて。お客様、どちらにおいでですか？とおばを止めようとしました。おばは、部屋に行って祖母の様子を見るんです。と怒鳴ると、では私もご一緒いたします。と、山岡さんと一緒に1245号室に行きました。するとおばは鍵がないことに気がつき、山岡さんがマスターキーで部屋を開けると、そこは荷物も何もなく、もちろん寝てるはずの祖母もいなかった。おばは反響乱になり、病院へ運ばれました。母は次の日、病院に駆けつけ、話の一部始終を聞きました。その話を信じられませんでしたが、祖母は忽然と消えてしまった事実だけが残りました。おばはまだ入院しています。祖母は未だに、11年間行方不明で、捜索しています。生きているかさえ不明です。警察は、おばの言うことを信じてくれませんでした。この話は自分でも未だに信じられないんですが、親戚一同が信じている事実です。でも未だに訳がわからず、悲しいやら腹が立つやら、何度も嘘だと思ったし、おばにも会いましたが、結局同じ話の繰り返し。新聞にも載らず、事件にもならず、ホテル側も知らん顔で、祖母は帰ってきません。母はこの話を、最近になってやっと教えてくれました。できれば知りたくなかった。友達も同情してくれても信じてくれません。考えれば考えるほど、私まで頭がおかしくなりそうです。USO でやってた事件ネタじゃんか。実際にあった事件で、それを再現ドラマにしてた。つまんね。USO って何ですか？じゃあ、母が私をからかってるってこと？でもおばは入院してるし、祖母は行方不明だし、その事件は解決したんですか？ USO のはインドの話で、赤痢だかマラリア発覚を恐れて、ホテルが隠蔽したってやつだっけ？そう、それ。おばだか祖母だか忘れたけど、ホテルに残してきた人は亡くなっていて、ホテル側&政府&医者も人々のパニックを恐れて隠蔽。一人残されたその人は、必死に訴えるも誰も取り合わず、果ては投獄されたんじゃなかったっけ？で、何年もしてようやく真実が証された、と。当時は、この病気は感染率も高いし死亡率も高かったしね。ま、でも、ひでえ話だ、と、見ていた時に思った。確か母娘連れだったよね。ホテルは娘が医者の家へ薬を取りに行ってる間、部屋の模様替えまでしたって話。娘はその後精神病院へ送られ数十年。当時のホテルのドアマンが、死ぬ直前に真実を書いて送ったのが元で判明。確かに事情はわかるけど、当時はパリ博で、大勢の外国人も突出していてパニックは避けたかったとのことだが、ひでえ話だな。わかりました。ありがとう。ネタのつもりはありませんでした。友達に言っても信じてもらえなかったのでここに書きました。朝一番でお母さんを問い詰めてみる。大ばばちゃん、死んだのかな？それとも単なる家で？おばさんは精神病だし。これが嘘だったら恥ずかしい。ごめんなさい。でもいとこのおじさんも知ってたのに。母とすれ違いで連絡が取れずにいたので、報告が遅くなってしまいましたが、母は姉から聞いたままを話したんだと言い切りました。でも母の口調が、普段と違いかなりイライラしていて、今さらこのことは話したくない。と、逆に怒鳴られてしまいました。おばの病院へは、母が一緒でないと面会しに行けないので、直接聞くことができず真相はわかりませんが、自分でもいろいろネットで調べてみると、皆さんが言っていたようなフランスの話が載っていました。ということは、母は嘘をついている可能性が強く、少しでも信じて心配した私が大バカでした。でもまさか、母がこんな嘘つく必要があるとは思えないので、何かもっとややこしい訳がありそうで怖いです。それに、大ババちゃんは結局どこに行ったんだろう？失踪したのかな？かえって謎が深まってしまった気がする。何かを隠してるはずだし。レスしてくれた皆さん、ありがとうございました。実はおかいたは初めてだし、オカルトに詳しくないので、母に聞いて簡単に信じてしまった。恥ずかしいったらあやしないです。今度は、いとこのおじさんに直接聞いてみるつもりです。父方の親戚はいないので、このおじさんだけが頼りです。謎が解けたらまた報告します。もしかすると、タイムスリップかもね。
そのホテルの1240号室がキャンセルされた履歴をたどればいいかも。ネタじゃないとしたら引っかかる部分があるね。医者がそのホテルいたのか？鍵は？おばさんとばあさんの荷物は他になかったのか？この話は本当じゃないかな。ホテルに入る前に祖母とおばが二人でパラレルワールドに入ってしまい、おばだけが戻ってきた。ってことだと思う。気づいたけど、タクシーは向こうの世界、両替をしたフロントも向こうの世界、両替をお金を払ったタクシーも向こうの世界、その後のフロントはこっちの世界。ってことは、ホテルの入り口近くがパラレルワールドの入り口になってるのかも。向こうの世界におばが二人になってるかも。この話読めた。おばさんがおばあさんを始末しちゃってプレッシャーに耐えられなくて狂っちゃったんじゃないかな。結局どうだったの？知りたい。この話は自分でも未だに信じられないんですが、親戚一同が信じている事実です。何度も嘘だと思ったし、おばにも会いましたが、結局同じ話の繰り返し。母はこの話を、最近になってやっと教えてくれました。おばの病院へは、直接聞くことができず真相はわかりませんが。多分創作だろうけど辻褄合わせると、母が。親戚一同が信じてる事実で、おばにも聞いてる。って言ってたのなら、母に嘘を教えられごまかされてる感じかな。母が話したのに、聞くと話したくないようなので。そもそもホテルに行った事実はあるのか。なんか親戚一同ぐるになって何かを隠してそうな気も。野菜担々麺。うちは親父が海外出張ばっかで家にいないのが普通の家庭だったんだ。母ちゃんも飯作るのが面倒な時、少量自炊するのってすごい面倒らしい、は、知り合いがやってる中華料理屋によく行ってた。俺が中学上がってから母ちゃんがフィットネスジムに通い出して、ママ友とおしゃべりしたい時は、今日少し帰り遅くなるから、ほにゃららさんのとこで夕飯食べておいて、って言われて、よく一人で食べに行ってた。そこの中華料理屋ぶっちゃけまずくてさ、俺は行くの嫌だったんだけど、母ちゃんからすると知り合い同士だし、俺が一人で急に行ってもつけにしといてくれるから便利だったんだよ。で、俺は金もないし腹は減るしでしょうがなく食いに行くわけ。その中華屋はまあまずいわけだから客がいねえのよ。俺が行く夕方以降だとご飯物はまず NG。朝炊いた米だから、端の方で乾いた硬い部分とか入ってる時あって食えたもんじゃない。客が少なくて料理が出ないから野菜肉も基本古い。だから俺は一番マシな麺類をよく頼んでたんだ。ある日俺はいつものようにラーメン頼んで待ってたら、中華屋のババアがニコニコしながら、ほにゃららちゃん、これ新しい麺のメニューなんだけど試してくれない？お代はいらないから。とか言ってタンメン持ってきやがったの。俺は、ババア余計なことすんじゃねえ、ここじゃ野菜はアウトなんだよ。そもそも俺がお代払うわけじゃねえし。って思いながらも口には出せず、ありがとうございますって言ってもそもそ食い始めた。俺は最初タンメンかと思ってたんだけど、よく見ると赤いし、ひき肉じゃなくて豚バラ使ってる野菜タンタンメンだったのね。それが結構美味しくてさ、俺はババアに美味しいって言って、こりゃあ今度からタンタンメン一択だわー、とか喜んでたのよ。それから俺は猛烈な勢いで中華屋に行くようになって、タンタンメンを食いまくったんだ。まあラーメンとかって一回気に入ると中毒性出るじゃん。しかも辛いもんだから余計に食いたくなってさ。多い時は朝行って夜行く時もあったくらいハマったのよ。あまりにもうめえからクラブの連中なんかにも勧めて、親から小遣いもらってみんなで食いに行くこともあった。そんでそのうち子供経由で噂が広まって、近所でその中華屋の担々麺が流行り出したんだよ。そんで俺があまりにも中華屋に行きたがってさ。母ちゃんが飯作っても当時の俺は食べたがらないで、よく喧嘩になってたんだ。俺は親父が家にいないことが多いっていうのもあって、あんまり母ちゃん困らせたくないって考えが、母ちゃんは親父が出国した日の夜は心細くて泣いてた。ガキの頃からあって、今まで母ちゃんに反抗することなんてなかったんだ。そんなだったから、普通だったらそこですごい怒られるんだろうけど、俺の場合やっと第一次反抗期が来たって思われたらしくて、家もある程度余裕があったから飯くらいは自由にさせようってなって、毎日夕食は中華屋で取ることになった。母ちゃんも知り合いのババアとおしゃべりできたから楽しかったし、俺も担々麺食って機嫌よく学校のこと話したりするから嬉しかったんだろうな。担々麺食うようになってから半年くらいして、母ちゃんが瓶詰めされた担々麺に入れてる味噌みたいなやつを持ってきてくれたんだ。その時の俺は知らなかったんだけど、
中華屋も夜は街が出るくらい客が来るようになってて、そうなると毎日飯を食いに来てる俺を見て、近所で。あそこの奥さん子供に夕飯も作らないで毎日外食させてるらしい。って陰口言われ出してたらしいんだよ。それを聞いた中華屋のババアが、その味噌があれば家でも似たようなもの作れるからってくれたんだ。その味噌見て俺も喜んだよ。早速母ちゃんがスーパーで買ってきた生麺のインスタント断面に味噌入れて野菜マシマシで食わせてくれたんだ。そしたら中華屋と味が全く同じでうめえんだこれが。それからはもう野菜炒めに味噌入れたり鍋に味噌入れたり何にでも入れて、俺は休日なんて3食味噌入りの料理食ってたの。まあみんなもここまで来たらわかると思うけど、その味噌になんか中毒性のあるヤバいものが入ってたんだろうね。家で食うようになって俺の体調がおかしくなってさ、味噌を直接舐めるようになって、食欲が異常に出たり、いきなり笑いが止まらなくなったりしたんだ。実は最初に味噌をもらった時に一回直接舐めたんだけど、その時は舌がビリビリして、とてもじゃないけど直接舐めれるものじゃないって思ってたんだ。中国でよく使う胡椒みたいな粉、バーミヤンの唐揚げとかについてるやつが入ってて、直接舐めると舌がビリビリした。それが完全中毒になってからペロペロ舐め始めるんだから、明らかに異常だよな。俺はよく暴れるようになったんだけど、母ちゃんは味噌が原因だって気づかなかった。中華屋のババアに何かの時に話した時に、ババアが超慌てて、味噌で食わせるなって止めたらしい。その後母ちゃんは知り合いに相談して、俺はよくわからん場所に送られて、夏休みとその前後3ヶ月くらい軟禁生活になったんだ。薬とか飲まされたわけじゃないけど、毎日決まった時間に起きて、決まった時間に寝て運動して食事して、水をよく飲まされたのを覚えてる。ちなみに、その中華屋は今でも担々麺で繁盛してるし、うまいって評判になってる。そんでうちの町内は変質者がすごい多いし、マルジンまではいかないけど、刃物振り回したり車で人ん家に突っ込んだりする事件が、他の地域に比べるとかなり多い。関係があるのかはわからないけどね。一応夏に連れて行かれた先とかその後も色々あったんだけど、もし聞きたい人いたら書き込むよ。幽霊系の怖い話じゃなくてすまん。とても面白かったから誤字を指摘するのはやめておくが、これが気になる。多い時は朝行って夜行く時もあったくらいハマったのよ。朝から営業してる中華料理屋ってどんなんだよ。朝から行ったっていうのは、午前11時の開店時間に行ったんだ。朝じゃないよな。すまない。その時朝食を拒否してたから、俺にとっては朝ごはんだったんだ。誤字脱字あったら指摘してくれて構わない。多少乱暴な言葉とかでも全然気にしないので、読みにくいところや意味不明なところあったら言ってくれ。わかる範囲で補足するよ。関連話気になる。書いてほしい。でも、味噌で食べさせるなって慌てたってことは、中華屋はなんかヤバいもん入れてる自覚があるってことだし、718は特別治療をする病院に入れられたんだから、絶対第三者に原因がバレてると思うんだけどな。そんな特別治療する病院だったら、病院から警察に連絡行って、中華屋は潰れてると思うんだけど。麻薬、覚醒剤の類じゃないから、警察には連絡行かないよ。多分情緒不安定って言われておしまいだし。実際、中国漢方使ってたんじゃないかな。日本用じゃなく、本場中国の。例えば、ゴキブリも中国じゃ漢方薬になってる。日本では未認可。よくニュースになってる合法ハーブにも、中毒性のある物質が検出されたりしてるからな。入院というか施設みたいなところに入れられたのは、中華屋のババアの知り合いが口聞きしてくれたらしい。ただ特別な施設って感じではなかったよ。日付変わる頃に関連した小話を投下するよ。前置きというか説明的なことが多いから、今から飯食って書くとその頃になると思う。しばしお待ちを。油と砂糖は過剰に摂取すると中毒性が生まれるよ。ラーメンなら油なのかな。油は舌を通してではなく脳で直接美味しさを感じるらしい。油で脳内ママルのベータエンドルフィンが分泌されて快感を得られるんだ。対してうまくないのにリピーターが多いラーメン店はこれ。俺秋葉原の昭和通り口方面の麺屋ムマルっていう店のつけ麺が、大してうまくもないのに中毒になりかけたから、やっぱり油なんだろうね。毒味噌。ここから中華屋の関連話です。担々麺出してた中華屋はまだあるし客の入りもいいよう。ただお客さんが入り出すと食材が回るから新鮮なもの出せるし、そのおかげか今は担々麺がうまい店じゃなくて、中華の美味しい店って評判の店になってる。今もあの担々麺の味噌を使ってるかは不明。
母ちゃんとババアはあの後も仲が良くて付き合いがあった。俺が担々麺の味噌というか瓶詰めされた豆板醤とかああいう系、舐めまくっておかしくなった時、母ちゃんに言われたのは、絶対に味噌のことは他人に言うな。ってこと。俺も正直ヤバい薬でも入ってたのかもって思ったけど、今となってはわからない。帰ったら瓶も捨てられてたし、その話題は親父にも言えないことになってた。ただ、その瓶は明らかに中国での市販のものっぽかった。開けた時も真空されてたっぽいし、ラベルもちゃんとあったと思う。上に書いてくれた人がいるように、脱丸ハマルブみたいな極めてグレーな漢方だったのかもしれない。ただ前にも書いた通り、最初直接舐めた時は、バーミヤンの唐揚げについてる山椒を濃くしたような味がして、舌がビリビリ痺れたのだけは覚えてる。というか山椒の味だった。実際バーミヤンで、なんだこの粉と思って山椒をつけて唐揚げ食ったら、担々麺味噌と同じ味がして、俺の脳がこれは食っちゃいけないって信号を発して、唐揚げをその場で吐き出しちゃったくらいだから。うなぎでもそれあって食った瞬間吐き出した。余談だけど、俺は山椒食うと体がブルブルって震える。バーミヤンの時は友人、北郎好き、と飯食ってて、俺があまりにも震えるから。ブルブルじゃ、妖怪ブルブルがほにゃららに取り付きおったぞ。って最初冗談言ったんだけど、俺の震えが止まらなくて、本気で焦り出すくらい震えてた。もし要望があればその時の友人の慌てっぷりも書くよ。結構面白いやつで、そいつの実体験であろう幽霊系の怖い話も聞いたんだ。当時母ちゃんがもらってきた味噌の瓶は6本、段ボール丸々1個で、俺が食ったのは4本。後半は飯だけじゃなく、カッパエビセンを味噌につけて食うようになってて、4本目で直接舐めるようになりだした。その頃テレビ見ても友達と話しても、それこそ箸が落ちただけで笑い転げてた。友人に勧められたレトロゲードラクエ5で、パパスがヌアー、とか言って死んだ時爆笑しすぎて、スーファミバグったのを覚えてる。もちろん冒険の書が消えた。冒険の書1が消えましたって書いてあったのに2も3も消えてた。俺が入った施設は、施設っていうよりも民宿みたいなところで、年上ばっかだった。別に鉄格子があるとかそういうんじゃなくて、普通にみんな和室部屋があって、そこで共同生活するみたいな感じ。そんでほとんど中国人っぽい名前だった。俺のじいちゃんは中国人で俺にもその血は流れてるんだけど、正直中国人は嫌いだし韓国人も嫌い。ただその施設の人たちはすごく優しかったし、今でも会えるんだったら会って、あの時は優しくしてくれてありがとうって、一言お礼言うくらいならいいかなって思えるくらいだった。長い前置きになって申し訳ない。ここからが本題になるんだけど、なんで俺がずっと中華屋のことをババアって言ってるのかっていうと、別に俺が口悪いわけではなくて、嫌いな理由があるんだ。俺がこっちに帰ってきてすぐ、中華屋のババアが俺に、味噌のこと言わないでね。って釘刺しに来たんだ。そんで母ちゃんがいない時に俺の足をめっちゃ強く踏んできて、俺は？って感じ。まあ気づかないで踏んだのかもしれないけど、わざと踏んだとしたらおかしいだろ？そんで、結構前に俺の親父が海外で事故で死んだんだけど、その時の葬式でも、お父さんは消されたんだよ。みたいなことを俺に言ってきたんだよ。俺はかなり頭に来てさ。それ以来あのババアと朝通学路で顔合わせても、挨拶もしないで通り過ぎるようになったんだ。それまではちゃんとほにゃららおばさんって呼んでたんだぜ。そんで間の悪いことに、俺の親父が最後に帰国した時に、その半年後くらいに事故に遭った。俺にこんな話をしたんだよ。ほにゃらら、外国ではな、小さい子供や若い子の血を飲んで、健康で若々しいままでいるっていうのが流行ってるんだ。お前は知らないかもしれないが、実際に合法的に献血のような形で若い人たちから血を買って、お金持ちに売るっていうビジネスが、近いうちにできるかもしれないっていうくらい、外国の金持ちではメジャーなことなんだよ。そしてメジャーになれば、それを金にしようとする奴らの中で、悪いことをする奴らも出てくる。そこまで聞いて、俺も親父が何を言いたいのか分かったし、親父もグロい部分の話は言わずに話を進めた。みんな人間だから、少しくらい悪いこともするだろう。でも、絶対にやってはいけない一線っていうものがある。そういう話をしたんだ。本当はもっと長い話をしたんだけど、それを書くとめちゃくちゃ時間がかかるから飛ばします。ただ、その話を聞いて、親父が外国でどういうものを見てきたんだろうって疑問に思うようにはなった。全部例え話だったけど、それくらい衝撃を受ける話だった。まあそういう話を聞いた後だったから、ババアの消されたんだよ発言が頭から離れなかったんだよね。
別に危ない仕事をしてたわけでもないと思う。社会保険だったしね。俺は親父の仕事についてほとんど何も教えてもらってないけど、ネゴシエーターとかそんな関係だって一回聞いたことがある。友達は、大使館とかそっち関係の仕事なんじゃねえの？って言ってた。そして決定的だったことが、これは母ちゃんの他の友人から聞いた話なんだけど、ババアが母ちゃんによく、旦那さんはホニャララさんをほったらかしにして大変ね。何かあったら私に言ってね。母親一人だとやっぱり怖いわよね。世間は物騒だし。とか不安を煽りつつ、自分は味方だみたいな発言をしょっちゅうしてたらしい。親父が言ってる国で何かあると、新聞とか持ってきて。大丈夫かしら。心配だから電話かけてみたら？とかよく言って世話を焼いてたらしい。そんな感じだから母ちゃんからするとババアはいい人で、結構頼りにしてたみたいなんだ。実際困ったことがあると、いろいろしてくれてた。そしてそれは、俺が施設に入った時期からもっとひどくなったらしい。俺からするとババアはやっぱり中毒性のある何かを料理に入れて使ってて、俺が4本も毒味噌を舐めるとかアホなことしてあんなことになって、ババアのやってることがバレないか心配で、俺と母ちゃんが邪魔だったんじゃないかと思う。そもそも俺がここに書き込んだのも理由があって、俺今月中に今住んでるところを引っ越すから、もしこの書き込みをババアが見てももうどうでもいいやってなったから書き込んだんだ。母ちゃんはババアからの精神攻撃のせいかまだ若いのにボケて、引っ越しと同時に施設に入れる予定。俺はその施設の近くに引っ越して、通勤は時間かかるけど施設に週の半分、残りは新しい家でヘルパーさんの助けを借りて母ちゃんと住むことにした。もちろんババアに引っ越し先は教えない。まあさすがに怖いから、ババアの店が特定されるようなことはしないし、母ちゃんがボケたのも親父がもういないっていうのが一番の原因だからいいんだけどさ。俺が思ったのは、やっぱり人間が一番怖いってこと。この辺の町内だけが異常に変質者率が高いとか、ババアが母ちゃんと俺におかしな態度取るのとか、何一つ確実な証拠はないけど、なんていうか本当に後味の悪い不気味なことってあるよ。俺はもう引っ越すけど、これからあの中華屋周辺で何か大きな事件が起こっても、俺は何もおかしくないと思う。なんだかほとんど愚痴みたいになってすまん。とりあえず会ったことそのまま書き殴ってみた。みんなも食べ物には気をつけてな。夏に連れてかれた施設は、上にも書いた通りみんないい人だった。ただなんでお礼を言いたいとか書いたかっていうと、実は変なことはあったんだ。そんでその時にすごく良くしてくれたから、そういう意味も込めて、今からでも会えるならお礼くらいは言いたいって意味で書いたんだ。この話はまた後日まとめられたら書き込みます。中華屋と同じでオチも何もない、でもなんかよくわからん謎な話なんだけど、暇つぶし程度に読んでもらえればと思う。恐怖の度合いで言ったら、ブルブルがどうこう言った友人の体験談の方が怖い。おう、なんか壮絶な話だな。寝らんなくなってきたわ。とりあえずオツでした。俺も書いてたらなんかババアがどこからか覗いている気がしてきて寝れなくなってきた。怖え。みんなもババアが今どこからか自分を覗いてるって思ったら怖いだろ？ブルブルの友人の話、またよろ。血を飲む話って、有名な亡くなった人の予言にあったな。権力者たちは、変な儀式してて血飲んでるって。友人の話はまとめ次第投下するよ。ただ、自分の話は実話だって断言できるけど、友人の話はどうなんだろう。別に投下した方がいいのかね。友人の話は俺も結構聞いた側で面白かったから、どちらかというと話したい、なんだよね。鼻折れたりしてるし怖いっちゃ怖いけど、結構笑えると思う。だって鼻折れてるんだぜ。もうそれだけでどういう折れ方したか気になるだろ？鼻が折れてるんだぜ。ガチで。俺の話はこうして見てみるとすごい壮絶な話に見えるけど、実際は親父が事故で死んでそれがショックで連鎖して母親がボケていってだけだから、実際は結構身近にそういう話あると思う。中華屋はおかしいけどさ。血を飲むのはオカルト系じゃなくて、単純に健康とか肌にいいからなんだって。合法的にだったら全然悪くないし、体にも実際かなりいいらしい。ババアもヤバい味噌だと認識しているところが怖いな。そのババアって中国人？名前は中国人っぽいよ。ただ日本語は普通に喋ってる。そこの中華屋の従業員は明らかに中国人で片言。ブルブルの友人、シーソーとござ。ダメだ我慢できねえ。友人の話で短い話があるからそれだけ簡潔に書く。シーソーってあるじゃん。俺の友人を仮に A、
そいつの弟をビートしよう。俺は A と B と一緒にスーパーでお菓子買って公園で食ってたんだよ。そしたら A が200円くらいするおもちゃ付きのお菓子買ってて、なぜかシーソーの上にそのおもちゃを乗せて、自分は地べたに座って組み立ててたんだ。ちなみにシーソーは A の方が下に下がってた。まあこの時点で大体わかるだろうけど、まあ期待して読み進めてくれ。A は絶対に期待を裏切らないから。いきなりクライマックスだが、それまでなんかのお菓子をしゃぶりながらブランコに乗ってた弟 B が、いきなりブランコを飛び降りて重っくそジャンプして、シーソーの反対側に飛び乗ったのね。飛び乗ったっていうか全体重乗せて蹴った感じ。反対側が跳ね上がるよね。置いてあったおもちゃがシーソーごと A の顔面に叩きつけられるよね。おもちゃは粉々、ご覧のありさまだよ。俺はその時、横のなんか動物の形したバインバインってなるやつに乗ってなんか食ってたんだけど、いきなりの出来事すぎて呆然としてたんだよ。そんでハッと我に返って弟 B に、なんでこんなことするんじゃ、って詰め寄ったらさ、弟がやばいのよ。あばばばばばば。みたいな感じで発作みたいになってんの。俺はその後黙って顔を押さえてる A に、大丈夫か？って駆け寄ったんだ。そしたら、まるほにゃらら様のたたりじゃー。ちなみに、ほにゃらら様ってつけるようなものではない、とか叫んで、ひやー。とか言い出すの。その時小学生だったから俺もうどうしていいかわからなくなってさ。A は弟を置いて規制発しながら自分家の方に走っていくし、弟 B はなんか行かれてるし、A のチャリは誰が持っていくんだろうとか、もう考えがめちゃくちゃになっちゃって、俺もう全部ほっぽり出して A に帰っちゃったわけよ。次の日、下の前歯が一本なくなった A に会って、昨日弟を置いて帰ったことを詫びて、なんでいきなり家に帰ったのか聞いたんだ。ここからがホラーパート。上は俺が見たことだから俺の実体験だけど、ここからは A の話してくれたことだから本当かどうかの責任は取れない。まあ嘘つくようなやつじゃないから本当だと思うけどね。A の家の近くには曰く月の神社があって、詳しくっていうかこういう言われがあるって書いたら確実に場所がバレるし、そのあたりで、吉がいますか？って聞いたら 100% A兄弟が特定されるから書けない。神社は賽銭箱もなく常に管理してる人もいない。周りは用水路で水引いて水でぐるって囲まれてる。でも囲まれるように山林があって常に暗い。お参りしてる人もいないのに、なぜか補修工事とか何十年かに一回やってる。A と B は事件のあった前日に、神社の敷地内でタケノコ掘りつって竹を掘り返しまくったらしい。ちなみにその頃はもう4、5月で、タケノコなんてもうないよっていう状態。ちなみに AB は不良でもないしドキュンでもないし、どっちかっていうといじめられっ子だし動物にも優しい。おつむが弱いだけかと思いきや、車関係の修理工場から中学卒業時にスカウトみたいなのが2件あって、高校行きながら働いてて、ほとんど就職してるような状況だった。俺はそれ聞いて、タケノコ掘って穴ぼこだらけにしたせいで、弟 B 取り憑かれてるじゃねえか、って怒ったんだ。そしたら A も反省したのか、その日夜中に神社にお酒をお供えに行ったらしい。ありえねえだろ？夜中だぜ？それがまた拍車をかけたのかすげえことになるんだよ。神社がガチで言われがやばいっていうのと、でも知ってる人はかなり少ないと思う。ただ祀ってるものの名前を聞いたらほぼみんな知ってるレベル。AB 兄弟の段違いの吉丸さが合わさって、この後も大変なことが続くんだ。A の現在の破損部、下の前歯。序章、終わり。ごめん、なんで A が家に帰ったのか書いてなかった。いやまあ書かなくてもいいんだけど、理由は特にないらしい。その後帰って飯食ってたらしいから。神社に夜中酒持って行ったのも、お化けが怖いっていうのが全くないせいらしい。そして俺、確かに中学の頃は精神的に弱かったから、自分で被害妄想しちゃってたのもあるかもしれん。ババアはただの嫌なババアで、中毒になったのは俺の精神的な問題で、ババアはとりあえず味噌取り上げて、どっか空気のいいところに行かせただけなのかもしれん。でもここまで書いておいて実は俺の被害妄想だったってある意味怖いな。親父に関しては本当にただの事故だと思う。言ってた国も中国じゃないし、親父は俺が味噌中毒になったこと知らないからさ。でも外国だから何があるかわからないよね。あと神社は調べたら書いても全然平気そうだった。恵比寿神社って言うんだけど、だいたいそれ祀ってるところは恵比寿様も祀ってるらしい。A の家の近くにあるのは恵比寿様は祀ってない。まあ本当にたたりとか内容それ一点に絞られて建てられたって感じ。A に関しては、小学校の一連の流れの後に、俺がバーミヤンでブルブルしちゃった時に繋げられるので、話が長くなるけどお付き合いいただければと思います。
昨晩神社にごめんなさいのお酒を置いて A は安心したのか、夏に A の弟 B と俺を連れて、例の神社に遊びに行ったんだ。俺は最初その神社は気味悪いから、神社の手前の道路で用水路に石を投げ入れて遊んでた。A と弟 B はどっかからござ、藁みたいなのでできた分厚い布みたいなやつを持ってきて、神社の周りにある林でカラスウリって呼ばれてる、拳より小さい食べられない実をちぎってござに集めてた。林の木にはツルが巻きついていて、そのツルからカラスウリは生えてた。食えないし何も価値はないんだけど、道路から見てた俺は実をちぎる二人が羨ましくてしょうがなかった。小学生だったっていうのもあるけど、なってる実を見つけてちぎるっていうのがすげえ羨ましかったんだ。AB 兄弟は木の下からウリを探してたけど、俺は離れた道路から見てる分、兄弟よりもまだいろんなところに実の取り残しがあるのが見えた。そのうちいても立ってもいられなくて、ついに神社に入って一緒にカラスウリを取るようになった。俺たち三人は実をちぎった。一心不乱にちぎりまくった。自分たちの手の届かないウリを親の仇のように見上げて、取れないならと神社の掃除用の竹ぼうきを持ってきて、柄の部分を振り回して叩き落としたりした。あまりにも高いところにアルミに石を投げたりもした。とにかくなっているものすべて根絶やしにしないと気が済まない状態だった。身をあらかた取り尽くした俺らは、神社の湧水を飲みながらこれからどうするか考えた。すると弟 B が、下の道路に行って、カラスウリをコンクリートに叩きつけて遊ぼう。と言った。妙案だと思った。正直この食べられない実を集めてどうするかなんて考えてなかったし、冷静になって考えてみるとどうすんだこれってなってた。そして俺たちは暇だった。遊びに飢えたトイザラスキッズだった。神社の前にある道路はたまに車が通るから、下ってほとんど車の通らない道で遊ぶことにした。ただ、ゴザに乗った実をどうやって運ぶかが問題だった。神社は山の原の部分にあって、階段で言うと3、40段分くらい下らないと下の道に行けない。神社の前の道をぐるっと回ってからなら、下に降りる大きな道路に合流するんだけど、そこまで行くのもめんどくさかった。だから俺たちは神社の前の土手をそのまま降りることにした。その時 A が、俺はこのゴザにカラスウリ乗せて、土手を滑りながら降りるわ。そう言うと、ゴザに座り端を掴んで巾着みたいにした。俺と弟 B はメロス並みにブチギレた。面白そうすぎる。そんなことお前一人やるのはずるい。みんなもやったことあるかもしれないけど、土手を段ボールとかで滑り降りるあれを、A はやるつもりだったんだ。俺も弟 B もそのくらいの遊びは今までやってきたことあるから、それがどれだけ楽しいのか知っていた。弟 B なんて、もうカラスウリなんてどうでもいいから、全部用水路に流して A と二人乗りして滑りたい。って羨ましすぎて泣きそうになりながら言った。というか泣いていた。A と俺は小6、弟 B は小2か3だった。弟 B は自分の思い通りにならないことがあると、すぐに癇癪を起こして泣く癖があった。A も A で兄ちゃんのくせに、お前がウリを乗せたままこのゴザを制御するのは難しい。とかそんなようなことを言って譲らなかった。弟 B はもう泣きわめいて地団駄を踏んだり近くの木に頭をゴンゴンぶつけたりして。ほら、兄ちゃん俺はこんなにもそれがやりたいんだ。ここまでやってるんだから変わってくれ。ってアピールしてた。俺もいつもなら変わってあげなよって言うんだけど、その時は、いきなり A にタックルしてそのままゴザを奪って滑り降りちまえば下ったもの勝ちだ、という葛藤に苛まれていて、弟 B どころじゃなかった。それくらいやりたかった。弟 B が道端の草を食っては吐き食っては吐きしだした頃、俺は神社に竹ぼうきとチリトリが入った段ボールがあったのを思い出した。俺は泣きわめいてついにカラスウリをかじり出した。めっちゃ苦い。弟 B を、段ボールがあるからと落ち着かせて口をゆすがせると、神社に取りに行った。一応ちゃんと後で返しますってお参りしてから段ボールを持ってきた。そして俺と弟 B は段ボールを二つにちぎって A の右側に並んだ。下を見下ろすと結構高い。俺らが下ってすぐコンクリートの道路が土手に沿ってあり、その先はガードレールと川が流れていた。俺たちは一斉に滑り出した。急斜面だったし結構なスピードが出たのを覚えてる。俺と弟 B はまっすぐ下ったんだけど、A だけ明らかにおかしい方向に滑っていった。左斜めに軌道が逸れていって、横目で見てもああやばいなって思った。なぜなら、俺たちの正面の道路は2車線くらいの幅があるけど、左に行くにつれて狭くなって、最終的に車1台分くらいしか通れなくなるからだ。車の通りが少ないのはそのせい。A もやばいと思ったのか。うわーって叫んでた。
俺らみたいな段ボールだったら足でブレーキかけられるんだけど、A の場合売りが落ちないようにゴザを巾着状に持ってそのまま滑ったから足も出なかった。いろんなことが重なってヤバい状況になってた。今思うとゴザには縫い目があるし目に沿って滑ればまっすぐ滑るだろうけど、多分 A は変な風にゴザの端を持って、目が斜めになるように滑っちゃったんだと思う。じゃなければ何か悪いものにでも引っ張られない限りあんな風に斜めに滑らないと思う。というかそう思いたい。滑り出してから降りるまで実際は一瞬だったけど、A のせいで俺には結構長く感じた。A はそのまま道幅の狭い左に流されて。今でも笑っちゃうんだけど、下ってそのままポーンって飛んでガードレールに顔から衝突した。ゴザを握ってるからか知らないけど顔から行ってた。漫画みたいだった。幸い川にまで落ちることはなかったんだけど、ぶつかった拍子に道路と川に売りが落ちた。A は鼻を打って顔面血だらけになってた。俺と弟 B は A に駆け寄ったんだけど、弟 B が腹抱えて笑ってたせいで俺もこらえきれなくて少し笑ってた。売りを道路に投げつけて遊ぼうとしてた俺らが、なぜか A だけ自分が道路に投げ出されて鼻が潰れた。後から聞いた話だが、A が乗ってたゴザは、境内の裏にあった日よけか何かのものを勝手に持ち出していたらしい。その後 A を連れて帰り、A はすぐ病院に連れて行かれた。話自体はこれでおしまい。別に怪奇現象的なこともなかったし、よくある子供の悪ふざけで起きた事件なんだけど、一つだけ不思議なことがあった。A がガードレールに衝突して売りが散らばったんだけど、散らばった売りの中に熟してるものがあったんだ。結論から言うと、俺も A も弟 B も熟した売りは取った覚えはない。というか夏に熟した実は多分ないと思う。カラス売りは熟すと赤くなって腐ったトマトみたいになるから俺らも触りたくないし、その時も俺はなんでこれ熟してるの？って思ったから、今でもはっきり覚えてる。不思議なことがあったとすればそれだけ。熟してぐじゅぐじゅで真っ赤になった売りが混ざってた。神社関係で A にあった出来事は次でラストです。最後のは今までに比べると一番心霊体験っぽいし、A もかなりヤバいことになります。学校であったことなので B は出てきません。今回のはなんだかつまらなくて申し訳ない。文章力もないので読みにくいかもしれないけどお付き合いいただければと思います。A の負傷箇所、下の前歯、鼻骨折。ヤバす。ツボにはまって笑いが止まらねえ。ちょっとした小説ですな。トムソーヤ的な輝きのある。いかにもプロじゃありません的な文章がいいね。爆笑してしまった。子供ならではのわけのわからなさが爆発している。心霊要素は薄いけどこのはっちゃけ感は嫌いじゃない。全員毒味噌食ったんじゃないかってくらい気候がひどい。ブルブルの友人、給食の配給中。当時俺は小学6年で、その頃大きな紙飛行機を作って飛距離を競うっていうのが流行ってたんだ。俺らも休み時間に折り紙で紙飛行機作って飛ばしたりして練習してた。ある日、やるなって言われてるのに給食の配給中に紙飛行機作り出した奴がいて、そいつを見てみんな折り紙でいろいろ作り出した。女子はパックンチョっていう表に数字の書いてあるくじみたいなものや鶴を作ってた。男子はヤッコさんとか紙飛行機、手裏剣を作ってた。当番の人たちが準備を進める中、俺は同じクラスの A がいないことに気づいて、トイレでも行ったのかな？と思ってた。前にも書いた通り A は歯は折れてるし鼻も折れちゃってたから、もしかしたら保健室で特別なメニュー食わされてるのかもしれないって自然に思ったんだ。そのうちに完成した紙飛行機を飛ばしたりしだしてさ。うちのクラスは先生は給食の準備が終わる頃に来るから、何人かの男子は座ってなきゃいけないのに、紙飛行機や手裏剣を投げては取ってきて席につきを繰り返してた。そんな中で投げた紙飛行機が教室の入り口に向かって飛んでいったんだ。そしたら運の悪いことに、汁物が入ったでかい缶を持った女子二人がちょうど入ってくるところで、女子の顔の横にコツンって当たったのね。汁物の缶ってでかいから、二人同時に教室の入り口を通ることができない。だから片っぽの女子が後ろ歩きする形で教室に入ってくるんだけどさ。顔は振り向く感じ、そして後ろ歩きで入ってきた女子は視界も悪いし、ちょうど見えないくらいの横方向から紙飛行機がぶつかってきたもんだから、でかい虫かなんかだと勘違いしたんだよ。女子はめちゃくちゃ驚いて汁物の缶を掴んでいた手を離した。そうするともう片っぽを持ってる女子の方に缶が傾いて、驚いたもう片方の女子も手を離しちゃったんだ。当然だよな。傾いたまま落ちた缶はめちゃくちゃ派手に中身をぶちまけた。その時。あ。
っていう叫び声も聞こえたんだ。声の主は A だった。A は配給中は座ってなきゃいけないにもかかわらず、なぜか廊下に出て窓を開けて外を眺めてた。俺は飛んでいく飛行機を目で追ってたから、女子にぶつかる直前に A が廊下にいることに気づいて、缶からぶちまけられた汁物が A の下半身にかかるのも見えた。汁物がぶちまけられてクラス中騒然となった。給食でそういうことが起きると係の人が、他のクラスに少しずつ分けてくれって言って回らなきゃいけないから面倒でさ。何よりみんなが食べるものをダメにしちゃったってことで、運んでた女子も泣き出してるし、他のクラスの奴らも廊下に顔出して、うわ、やべえ、とか騒いでた。確かに俺も、小中の9年間で全部こぼすっていうのは3回しか聞いたことがなかったし、かなり衝撃的な出来事だったんだ。A は倒れ込んでて、俺から見ても下半身にかなりの量の汁がかかってた。多分豚汁とかそういう系だったと思う。すぐに先生が駆けつけて A を保健室に運んでいき、少しして俺は先生に呼ばれて保健室に向かった。なんで俺が呼ばれたかっていうと、紙飛行機を飛ばしたのは俺だったからだ。保健室では A がベッドに寝ててうんうんうなってた。当たり前だけど A は足に火傷を負ってしまっていて、先生が車を出して病院に連れて行くまで、とりあえずここに寝かせておくらしかった。俺は保健室の先生にめちゃくちゃ怒られて、先生のあまりの怒りように、火傷くらいでここまで怒ることないんじゃないかって思うくらいだった。それくらい怒られた。先生が車を回してくるまでの間、俺は A に、大丈夫か本当にごめんな、って話しかけた。A は聞こえてはいたんだろうけど、苦しそうにうなるだけで返事はなかった。後で知ったんだけど、火傷って表面の皮膚の 30% 以上を負うと相当やばいんだよな。A は短パンで素足に汁物がかかったんだけど、見た感じ皮膚の 10% 以上は火傷してる感じだった。もしかしたらもっとだったかもしれない。俺はそんなこと知らなかったから、やっぱり怒ってるのかな?とか思ってたんだけど、A はその時返事したくてもできないくらい苦しかったらしい。その後すぐ先生が車椅子を持ってきて、車に乗せられて A は病院に連れて行かれた。A は2週間くらい入院が必要になって、その間にまず親とお見舞いに行った。その時 A は寝てたから、お見舞いの品物だけあっちの親に渡して謝罪をして帰った。俺は今度は一人でお見舞いに行って、その時はもう A も落ち着いていて。よ?とか言って俺を迎えてくれた。俺はまず A に謝ったんだけど、当の本人は全く気にしていないようで。暇だから毎日遊びに来てくれよ。ってせがまれた。A がいない間に学校で会ったこととか、A の弟の D が病院を車椅子で暴走して怒られたとか、いろんな世間話をしているうちに、不意に俺は気になってたことを思い出して A に聞いた。お前さ、なんで給食時間に廊下に出てたの?給食時間はどのクラスの人間も当番以外は席についてるから、先生に見つかるとすごい怒られる。俺も A もバカなことはするけど不要でもないし、A が給食時間にあんな場所に出て外を眺めていたのが、俺は不思議でならなかったんだ。A はあっけらかんとした感じで俺に言った。呼ばれたんだよ。俺は思わず、は?って聞き返した。いやなんか呼ばれたんだよ。そんで俺、誰が呼んでるんだと思って席立ったんだ。前述した通り紙飛行機を投げたのは俺で、汁物がかかる直前に廊下で出て窓から外を眺めてる A を俺は見たんだ。俺はその時、そっかー、としか返さなかったけど、気づいてたんだ。汁物がぶちまけられる直前、窓から外を眺めてた A は左側、例の神社のある山の方を眺めてたんだ。以上です。実際に幽霊とかを見たわけではないので、派手じゃないしあまり怖くないと思いますが、俺が実際に体験した話でした。A はこれまでの話でもわかる通り心霊とか全く気にしないタイプなので、全然気にしていないようでした。とりあえず友人の A、弟 B の昔話はこれで終わりです。これを知ってもらった後で、バーミヤンで俺がブルブル震え出して A が慌てたっていう話を、今度聞いてもらえれば嬉しいです。中華毒男さんの話面白かったです。だけど読んでて頭の中でブラックって言葉が浮かんできて。一応俺も A もブラックとかではないです。俺の住んでた場所自体であんまりそういうのなかったと思います。A の弟の D は今は普通なのですが子供の頃は癇癪持ちで、自分の思い通りにならないとよくわからない行動に出る子だったので、そういうのがブラックっぽく感じたのかな?まあ D はもしかしたら呪われてたのかもしれないけど。718で俺がバーミヤンで山椒を食べて、中華毒味噌の拒否反応が出てブルブル震えたっていう話なんだけど、最初俺が山椒をつけた唐揚げを吐き出して、A が、もったいなーい。
って叫んだんだ。俺は、俺これ無理、食えない、って言って水をごくごく飲んだんだけど、少しすると箸を持ってる手がブルブル震え出して自分でも止められなくなったのよ。それを見た絵が、ブルブルじゃ、妖怪ブルブルが絵に取り付きおったぞ。とか言って笑いながら飯を食ってた。俺も、あれ？あれ？おかしいなこれ、とか言ってたんだけど、いつまで経っても震えが止まらない。しまいには歯までガチガチ言うようになって、その頃には絵も飯を食う手を止めて、大丈夫か？マジで大丈夫？って言って俺を気遣ってくれたんだ。A曰く、その時の俺は顔色は普通で笑ってるのに尋常じゃないほど体が震えてて、それにもかかわらず普通に飯食おうとしてるのがヤバかったらしい。箸もうまく握れずカチャカチャしながら笑って話してるのにかなり恐怖を感じたらしい。というか俺が死ぬと思ったらしい。A は前述の通り色々気にしない人間なんだけど、その A が言うくらいだから旗から見ると俺相当ヤバかったんだろうなと。やっぱ中華毒味噌ヤバかったんかな。本当に涙が出るくらい恐怖した話ですが、オチがありますのでご容赦ください。全国的に有名でテレビの怪奇現象特集でもよく取り上げられた心霊スポットの、すぐ近くのとある場所での出来事です。地元では結構広まっていた話なので、場所など特定できる方もいらっしゃるかもしれません。当時、心霊現象に興味のある年頃だったことから、仲間内で有名な心霊スポットや、噂で聞いた怖い場所、墓地などを夜中に散策したり、写真を撮ったりしていました。ある時、友人 M がほぼ間違いなく出ると言われているスポットの情報を得たので、行ってみようということになりました。その場所は、〇〇橋の横の細い路地を入っていった場所で、街灯などはほとんどない薄暗い道で、その道を道なりに進んでいくと右カーブに差し掛かり、そのカーブの正面に、壁が白く赤レンガで作られた階段のある家があって、その階段のところに二人の子供の霊が出るという。ちょうど〇〇橋の横の路地を入ってすぐのところで川遊びしていて、溺れて亡くなった二人の子供の霊ではないか、と言われていた。その道は、ほとんどの人が日が暮れてからは通ることを避けて迂回しているらしく、どうしても通らなければならない時や、その近所に住んでいる人たちは、車のライトを消して通るようにしているとか。車のライトや明かりがあると、その子供の霊が喜んで、階段を駆け下りてきてついてきてしまうらしいのです。そんな話を聞き、私と友人 M、その他二人の友人の計4人で行ってみることにした。〇〇橋の路地に差し掛かった時、前を走っている車もその路地に入っていき、その車の後ろについていく形になった。路地に入って少し進んだ川の横のガードレールに、花束が備えられていた。ここで溺れて亡くなった子供に備えられたものなのかはわからなかったけど、なんとなくそれらしい感じもした。その後に少し進むと、前を走る車が突然ヘッドライトもスモールライトも消し、無灯化の状態になった。おいマジかよ。マジでそういう場所なんだなここは。本当にライト消していかなきゃやばいのか。住民なのか、我々と同じように噂を聞いてきた奴らなのか、わからなかったけど、前を走る車が噂通りにライトを消したのを見て、さすがに全員ビビり始めた。おいやべえぞ。早くライト消せ。そう友達に言われてライトを消して、前の車についていった。街灯などほとんどない場所なのでかなり暗くて、周りがうっすら見える程度の視界なので、前の車も徐行する感じで進んでいった。すると、正面に白い壁の家が見え始めた。あれか？多分あれだな。うっすらと見えるその家を全員目を凝らしてみた。確かに道は右にカーブしているようで、間違いなくその家だった。近づいていくと赤いレンガの階段も見え始め、さらにゆっくりと進んでいくと。うわぁ、いるいるいるよー。え？うわぁ、マジいるぞ。子供が座ってる。ちょっと早く、早く、離れろ。早く通り過ぎろって。バカ静かにしろ。全員パニック状態になってしまった。私は運転しながらだったのでチラッと見ただけだったけど、確かに階段の踊り場に子供が二人座って、楽しそうに話をしているように見えた。それは、ぼんやりと白っぽく透けるような感じで、明らかに人間ではなかった。しかし、大きさや仕草から子供と感じ取れた。その家を通り過ぎたところでライトをつけて、急いでその場所を離れた。大通りに出る手前で、前を走っていた車が止まっていて、我々と同じくらいの年齢の奴らが興奮状態で車の外で話をしていた。我々と同じく噂を聞いて見に来た奴らだった。
私も車を止めて、外に出てそいつらのところに行って、見えた?と話しかけた。見た。見えた。確かにいたよな。全員パニクりながらも確認し合っていた。少しすると冷静になり、これだけの人数で全員が全員見れるような心霊現象ってあるのか?霊って霊感の強いやつにしか見えないんだよな。なんて言い始め、人数も増えて強気になったせいもあって、みんなで歩いて見に行ってみようって話になった。我々4人プラス先行者3人の計7人で歩いて向かった。あの家が近づいてくると、さすがにまたビビり始めたが、人数と勢いで進んでいった。こちら側から行くと階段の手すり壁があって、踊り場は正面まで行かないと見えなかった。そして、正面まで行って踊り場を見て、全員が顔を見合わせた。そこには、ニコニコと笑った2人の子供の絵に、いらっしゃいませ、と書かれた看板が置いてあったのだ。やられた。そして車から見た位置まで離れてそれを見てみると、文字や絵の細部までは見えずに、ぼんやりと白っぽく浮かび上がった子供が踊り場にいるようにしか見えなかった。誰が発見して、誰が話を作ったのかは定かではありません。もし、ライトをつけたまま行ってたり、昼間に行ってたら、こんなにパニックになるような恐怖感は味わえなかったと思います。もし幽霊を目の当たりにした時、どういうことになるのかもわかりました。心霊とは全く関係のないオチのある話を長文で失礼しました。ただ見た瞬間は、気のせいなのか、出るとわかっているがゆえの暗示なのか、確かに子供の霊が足をバタバタさせたり、顔を見合ったりしながら楽しそうに会話をしているように見えたので、もしかしたら本当にそこにダブっていたのかもしれません。不愉快に思われた方がいらっしゃいましたら、お詫び申し上げます。この話には後日談があるので、投稿したいと思いますが、ここまで読んでこられて興味のない方は、スルーしてください。数ヶ月後、どこからその話を聞いてきたのかわかりませんが、友人 H が、〇〇に子供の幽霊が出る映画あるらしいんだけど、行ってみないか?という話が出たので、行ってみることにした。メンバーは私と友人 M と、今回主人公の友人 H の計3人だった。当然、私と友人 M はすでにそのネタは知っていましたが、どうせ暇だし知らないふりをして友人 H に付き合うことにした。友人 H は、近くの川で溺れた子供の霊が出るとか、ライトは消さないと取り憑かれるとか、そこに泊まってはいけないとか、若干違う内容が追加された説明を始めたので、ほうほうと聞きながら霊の場所へ案内してもらった。〇〇橋の横の路地を入ると、すぐにライトを消せと友人 H から指示があったが、暗いから危ないとか理由をつけてライトを消すのを拒んだ。すると友人 H は、取り憑かれるからライトを早く消せ。とブチギレそうになりながら声を荒げて言い始めたので、わかったわかったとなだめながらライトを消した。しばらく進むと霊の家が見えてきたので、あれか?と友人 H に聞くと、多分あれで間違いないと思う。と答えた。そのまま進んでいって、もうぼんやりと子供の霊が見えてきたのに友人 H は無言だったので、ここ何か見える?と聞いてみた。友人 H からは相変わらず返事がなかったので、友人 M に、何か見える?と同じ質問をちょっと笑いながらした。すると友人 M は、何も見えないけど、どうなんだ?ガセか?と答えた。と、その時、ばっか、いるじゃねえかよー。え?どこに?階段のとこに2人いるじゃねえかよー。誰もいないぞ。いるだろうがー、お前らバカか。何もいないよなー。いるだろう、あそこに、おえー、おえー。友人 H は泣いて吐きそうになりながらパニックに陥っていた。あまりにもかわいそうなので、ライトをつけたままもう一周してあげた。数週間後、後輩から、〇〇に子供の幽霊が出る映画あるらしいんですけど、知ってますか?と聞かれた。もうめんどくさいので、なんか聞いたことあるけどよく知らないと答えておいた。なんとなくだけど、みんながあまりにも幽霊だ騒ぐから、本当になんかついちゃってんじゃないの?その場所。もっと早くネタバラシしてやれよ。H かわいそうだろ。ガセだろうがなんだろうが心霊スポットと言われるところに出向く人には、幽霊がひっついてくるって、見える人がいるにはさ。これは父の話になるんだが、終戦後、父は京都教育大学の空手部部長で右翼だったため、学生運動が盛んな頃に、時には女、時には酒などで何度も過激派から命を狙われ、銃で撃たれたこともあった。
京都教育大学が学生たちに閉鎖されようとした時には、仁王立ちして彼らの侵入を防いだ。とにかく圧倒的に強く、教育大の寮に住み込んでいた。ただ戦後は食料がなく、時にはカエルも食っていたそうだ。当時、ほとんどの日本人が飢えに苦しんでいた。人々はみるみる痩せ細り、食うものに困っていた。ところで父には一人の友人がおり、その友人は空手をやっておらず、生活も困窮していた。その頃の京都は街灯なんてなく、千本以上の塔婆が立っている寂れた寺院ばかりだった。しばらくは右翼と左翼の闘争が続いたが、最終的に空手部が左翼を抑え込んだ。その頃の京都は直接的被害が少なく、昼でも鬱蒼と茂る竹林が多かった。昭和の闇の世界が横行し、韓国人とも仁義なき戦いがあったという。ところで夜の京都といえば、戦争のるつぼでもあったわけで、あたり一面竹林と土葬した墓があちらこちらに置かれていた。当然、街灯がないので夜は、竹やぶばかりのところがあちこちにあった。照明のないある日の夜、父の友人がある日から、夜になると姿を消すようになった。その頃、父の友人は大失恋をしてしまったそうだ。大方話を聞いていた父は非常に哀れに思った。昭和初期って時代だけに、警察に失踪届を届けられるわけもないというか、学生運動で混乱しており、それどころではないし、父は父で右翼だけあって、おいそれと届け出ることができなかった。ところが、どうやら父の友人は無事に大学に登校してきていた。ただどうしたことか顔色が非常に悪く正気がない。周囲の人間はそれでひどく心配した。きちんと食べられているだろうか。失恋のショックから立ち直れていないだろうかって。そんなある夜、父の友人が午前0時頃、ふらふらと外出するのを見る者が現れた。こんな夜半に行く当てなんて思いつくはずもない。周りは竹やぶと、京都に住んでいるとわかるだろうが寺ばかりだ。しかし友人の外出を目撃した者は別段気にすることはなかった。そんなことより自分たちの生活や学生運動の方が、はるかに厄介な出来事だったからだ。貧困と暴力の渦巻く時代だった。治安なんてまるでなく、人々は貧困のフラストレーションを学生運動にぶつけた。一日の食事の糧を得るにもことかく時代で、皆必死で毎日を生きていた。そんな中、みんなが寝静まる頃に友人が、再びひっそりと外出して行くのが目撃された。その頃にもなると父の友人は、失恋のショックでまるで正気を失っており、幽霊のようにさえ見えたらしい。周囲の人間は父の友人を、気が触れたのではないか、と心配もした。ただ食糧難の時代に腑に落ちないことがあった。父の友人は正気こそないものの、餓死もせず痩せ衰えていくこともなかった。当時は大学寮で暮らしている学生が多かった。4畳半のアパートすらないような環境だった。なのでみんなが寝静まる頃に、父の友人がこっそりと寮から出て行く姿を見られる可能性は高かった。ただ以外にも、父の友人がみんなが寝静まる頃に、どこかへ行くのを目撃した者は一人しかいなかった。実はその目撃者も同じ寮に住んでいる住民であり、それゆえに父との親交も一応ながらはあった。学生運動の過激派のことやら、大学の講義がいつまで経っても再開されないことなど、ともかく何でも父のところに相談が行った。当時は大学教授でさえも授業では熱烈と、今に日本は共産主義国家になる、と熱弁を振るい、講義になどまるでなっていなかった。友人がみんなが寝静まる頃に寮から出て行くことは、目撃者の胸の中にひっそりとしまわれていた。理由は、失恋した父の友人に追い打ちをかけたくないという一心もあった。だがそのうち、父の友人が実は毎晩みんなが眠る頃になると、そっと寮から消えてしまうことに気づき始めた。父の友人が消えるのは、たまたま何かの用事があり消えていたようではなかったらしいと、たった一人の目撃者はこの頃から気づき始め、おかしいと思うようになった。大体戦後の京都といえば、竹やぶと寂れた寺院ぐらいしかない。今のような娯楽もなければ居酒屋のようなものさえない。ともかく何かをしに行くようなあてがないのである。おかしいと思って疑心暗鬼になると、疑念がますます募っていった。父の友人がなぜみんなが寝静まる頃にそっと寮から出て行くのかと。そこである夜、とうとう父の友人をつけてみることにした。父の友人をつけてみるとは思ったものの、当時は街灯なんてものもない。鬱蒼と茂る竹やぶや寂れた寺があるぐらいだ。父の友人はみんなが寝静まる頃、やはり起き出すと、みんなが起きないように静かに物音を立てず寮を抜け出し、どんどん竹やぶの中に入ってゆく。この前に目撃者は、父の友人がこっそりと寮を出てゆくことを本当は誰かに教えておくべきだった。だ
が目撃者は、自分では気になっていたものの、人にまで話すようなことではないだろうと判断してしまっていた。真っ暗な夜闇の中で、朽ち果てた家々を過ぎ、竹やぶを抜けて父の友人はどこかへ歩いて行く。目撃者は月光の光だけを頼りにする他はないが、かろうじて見失うこともなく、また気づかれることもなかった。そうして父の友人が朽ち果てた寺までたどり着くのを確認した。いいや寺の建物ではない。墓地にである。当時一応ながらも火葬はあったが、火葬をする日の燃料など当然にしてなく、木炭すら貴重だったため、たくさんの枯れ木の中に遺体を入れて火葬をしていた。しかし火力が弱く、ほとんどは今のように綺麗な骨のような状態にはならず、遺体は半焼き状態のままということがザラだった。あるいは火葬さえも手間が省ける作業のために、墓地に遺体を埋める際にはなんと土葬が用いられていた。それはそれとしておこう。果たして父の友人はこんな真夜中に毎晩のように、このようにして墓地に来ていたらしいと目撃者は気づき始めた。でも一体何のためかがわからず、息を丸して、墓地に着いた父の友人の動向を、大きな墓の後ろに隠れて観察することにした。何かが聞こえてくるのがわかる。父の友人は一体何をやっているのだろう。その音はしばらく続いたが、今度は、という音が聞こえてきた。何かを食べる音に似ているような気がした。月明かりのもと、目撃者はそっと父の友人に気づかれないように、墓の陰から様子を伺った。しかしそこで目撃者は、これまで自分がおおよそ想像し得ないものを見てしまった。まず、の音の意味がわかった。それはどうやら墓から土葬された遺体を掘り出す音だったらしい。そうして実に最悪なものを目の当たりにした。父の友人は無心で、と音を立て遺体を食べていたのだった。さすがに目撃者はこれには恐怖を覚えた。正気の沙汰ではない。いかに食べ物のない時代とはいえ、遺体を食うとは全く想像だにしていなかった。恐怖に全身の震えが止まってくれない。こっそりと気づかれずに今すぐにも逃げ出そうと思うものの、あまりの恐怖に体が金縛りにあったままで、ただひたすらに、父の友人が誰もいない深夜の墓地で、遺体を貪る光景をしばらくは見るしかなかった。だがようやくにして全身の震えこそ止まらないものの、金縛りから解き放たれた目撃者は、とにかく気づかれないように逃げようと考え、そろりと後ろに足を踏み出した。しかし目撃者は緊張と恐怖のあまり、隠れていた墓石に置いてある碗を思わずひっくり返してしまった。という音がした。正気のない父の友人の顔が月夜の光のもと、遺体を食ったために血まみれになっているのが見えた。そうして父の友人と目が合ってしまった。目撃者はそれからは生きた心地がしなかった。あとはただ膝を震わせて全力で逃げた。とは言っても、どこに逃げればいいのか頭が混乱して思いつかない。しかも後ろからものすごい声を上げて父の友人が追いかけてくる。目撃者はもつれそうになる足で必死で逃げたが、やがてなんとか墓地を出て竹やぶの道に入ったが、そこは墓地よりも暗い。それでも目撃者はただひたすらに逃げることしかできなかった。何かを考える余裕などない。後ろからは父の友達が大声を上げて迫ってくるのがわかる。どれくらい走ったのかはわからない。どれくらい時間が過ぎたのかもわからない。だが目撃者はかろうじて竹やぶを出た。とはいえみんなが寝静まっている時間だし、京都の街はいずれも古く朽ち果てており、逃げ込める場所はない。ここで目撃者はようやく唯一助かるであろう場所を思い出した。父の眠っている京都教育大学にある空手部のようだ。しかし京都教育大学といっても、今のように開けた土地ではない。ただ月光だけを頼りにして目撃者は逃げ続けるが、父の友人は未だに大声を上げて追いかけてくる。恐怖のあまりに、息が切れるだとか疲れてきたというような感覚など、とうにどこかへ行っていた。やがて京都教育大学の寮が見えてきた。普通ならここまで来れば助かるという気持ちになるが、父の友人はまだ凄まじい声を上げて追いかけてくる。仕方がないので目撃者は息を切らして、京都教育大学空手部の寮を叩いて大声で父の名を呼んだ。こんな時間に何事だろう。と空手部員がぞろぞろと寮から出てきた。この時目撃者はようやく助かったことを確信した。ふと振り返ると父の友人はもういなかった。深夜ではあったが、とうとう空手部師匠の父が起きてきた。目撃者の心臓は凄まじく速く、恐怖に言葉もなかったが、父の友人がもういなくなったことと父が出てきたことで、いくらか落ち着きを取り戻した。何があったんだ？
と空手部員たちから聞かれた。当然にして父からもである。目撃者はしばしためらったがもう黙っているわけにもいかず、父に洗いざらい見てきたことを話した。仮にも父の友人である。父は悲しそうな顔をした。失恋をしてから様子がおかしいとは気づいていたが、毎晩みんなの目を盗んでまさか遺体を食べていたとは想像さえしていなかった。だが食糧難の時代である。父もカエルを捕まえては上をしのいでいただけにわからないわけではなかった。目撃者はとにかくその夜、京都教育大学空手部の寮に泊まることにした。疲労のせいだろうか。そこから先はあまり覚えていないらしいが眠ることはできたようだ。その後、父の友人は忽然と姿を消してしまった。大学は愚か寮にも戻ってくることはなかった。一週間経っても、一ヶ月経っても父の友人の行方はわからなかった。行方不明者として捜索されることにまでなったが、一向に行方がわからなかった。父は悲しそうに言った。友人は失恋してあまりのショックに頭がおかしくなってしまった。かわいそうな話だ。食料事情を考えれば、死体を食べることすらも当時の人々の間ではあり得るような選択肢の一つだった。それぐらいに貧しく食料のない時代だったからだ。こうして父の友人は失恋で死体を食べるまでに気が狂ってしまい、何もかも悲しい話として終わるはずだった。父の友人が死体を食べたことが露見して、父の友人は完全に行方不明者となり半年が過ぎた頃、大学での学生でもヤストなども沈静化し始めていた。大学では年末の大掃除が行われることになり、体育会系の部員たちは大学紛争で荒れ果てた大学の清掃に努めた。あちこちと朽ち果てていた場所もあったが、バリケードも除去され、ようやく大学は機能し始めるようになった。大学の大掃除ということで隅々まで掃除がなされた。そうしてある部員が体育館の天井裏を掃除していると、小さな毛布にくるまった何かが薄暗い天井裏にあるのを見つけた。果たして何であろうかと近づいたら、嫌な匂いがしたものの、掃除なので見過ごすわけにはいかない。何だろうと思って毛布をめくると、体育会系の部員は驚愕した。見つけたのは人間のミイラだった。死後どれくらい経っているかはわからないが、乾燥した体育館の天井裏だったために腐らずにミイラ化したらしい。やがて身元調査が行われたが、遺体は父の友人であることが確認された。失恋をして自暴自棄になり精神を病み、また空腹に耐えかねては、毎晩一人で墓地に行き遺体を食べていたことが露見した父の友人は、行く当てを失い、京都教育大学の体育館の屋根裏に隠れ続けているうちに、絶命してミイラとなり果ててしまったのであった。父の友人の名はその後、個人の名誉やら失恋で精神を病んでしまったことや、飢餓状態にあった環境を配慮され、公表されることは一切なかった。だが父は時々その個人の名を口にしては、〇〇さんは失恋をして気が触れてしまった。本当にかわいそうだ。と今でも悲しんでいる。以上、あまり怖い話ではなかったかもしれませんが、京都教育大学空手部主将だった私の父が語ってくれた本当の話でした。長文節分失礼しました。そしてここに記した内容につきましては、決して架空の話ではなく、実際にあった話であります。信じていただけるかはわかりませんが、この辺で筆を休めさせていただきます。戦後に大学生だった父を持つあんたは何歳だ？46歳です。本当に遺体を食べてたというのが公に事件にならないものなの？いくら時代だからって遺族からしたらとんでもない話なんだけど。てかその時代の京都って本当にそこまで貧困だった？一部だけじゃなくて？安保闘争で警察がそちらに力点を置いていたことや、墓荒らしの犯人が見つからなかったこと。目撃者はじめ父も口をつぐんでいた。聞いた話をこんなにこと細かく話せるもんなの？しかも、墓地での出来事は父親目撃談ではなくさらにまた劇という。かなり捜索も入ってるんじゃないかと。必死で逃げてきた目撃者を父はじめ空手部は守ろうとした。当然何があったのか、誰に狙われているのか気になった。今は違うが当時父はバリバリの右翼だったため、左翼の攻撃かもしれないとも考えて事情を聞いた。父の証言を父親はじめ私の家族はみんな知っています。ちなみに京都には今でも朝鮮人学校があり、昔から近所では悪の溜まり場として恐れられていた。そして今でも京都では部落問題が残っているが、私も子供の頃部落民の子供に嫌がらせを受けた。私が子供の頃には、公園で左派の団体が近所を集めて、狭山差別裁判や部落問題についての映画を見せていた。
小学校では当然のように、部落差別は悪であり、部落解放同盟に正義があると教えていた。差別は確かに良くないが、皮肉にも問題児はみんな部落民だった。部落問題については中学校で学校集会が開かれたが、教師のほとんどが日教祖であったため、誘導的な討論が行われていた。ただし今でも尊敬している先生はいる。幸いイケメンで頭も良くスポーツもできるという完璧超人生徒がいて。そうではなく、一般市民の教育と部落民の教育の差に問題がある。と完全論破。このことについては誰も反論しなかった。イデオロギーの話が付きまとったり、童話問題が絡んでくるのでどうしてもきな臭くなってすまない。思想は自由だと思うし、実は私の母はバリバリの左翼だった。先ほど父から話を聞きました。どうやら私が一部聞き違いをしていたようです。遺体を食べていた友人は、空腹感を満たすためではなく失恋のショックで精神に異常をきたしたそうです。それと父や目撃者が口を割らなかったのは、友人の失恋と無残な死を哀れんだからです。他にも墓地管理がずさん、これは現代でもあるそうです、であったこと。すでに埋めてしまったものなので、遺体遺棄に該当しないなどのような理由が挙げられるそうです。時代がおかしいというご指摘があったので父に確認してきました。私がこの話を聞いたのがまだ小学生の頃だったため、間違って記憶していたことがわかりました。申し訳ございません。まず父が戦後の食糧難の頃にカエルを食べていたのは事実です。当時、陸軍兵士に、なぜカエルなど食うのだ?と聞かれ、お国に使える体を健康にするためです。と答えたらしい。子供の頃は祖母によく叱られていたそうです。左翼との闘争があったのも事実です。京都教育大学に通っていた頃だそうです。ただしこの頃は皆さんがご指摘の通り、食糧難の時代ではありませんでした。父は子供の頃にいろんな話をしていたせいで、私の中で戦後の父の体験と、試食事件のインパクトの強烈さだけが残り、混ざり合っていたようです。作業ははかどりましたか?また一緒に作業しましょうね。では、またねー。